議席番号2番、山口茂でございます。議長より発言の許可をいただきましたので、通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。大きくは2点を用意いたしまして、いずれも市長に答弁を求めることにいたします。市長施政方針において、平成30年度予算を未来に向けた着実な一歩と位置づけ、新規事業も含めた詳細な説明をされました。平成30年度は足がかりにして着実に一歩を踏み出すことになるという伊豆市の未来についてどのように構想しているのか、その理解を深めるためにいくつかの点について伺います。1、第2次総合計画の見直しについて、この定例会の議案になっているものでありますが、なぜ今見直しかということを9月定例会の一般質問で指摘させていただきました。その答弁によると、文京ガーデンシティが否決されたため、政策の再検討を中心に新たな伊豆市のまちづくりの方向性を検討するために総合計画の見直しをするということでした。そこで質問です。1、総合計画の見直しの際に検討された新たな伊豆市のまちづくりとは一体どのようなものを目指すものになっているのか、そしてそれは文京ガーデンシティという象徴的な事業が中心になったこととどのような関係を持つのかということについて説明願いたい。2、基本構想にあるネットワーク型コンパクトタウンを作り上げることは、たとえその中核事業と位置づけられた文京ガーデンシティが失われたとしても変わらないものと思います。むしろ、旧町の中心街に位置づけられた、それぞれの地域の活力を向上させていくことは、伊豆市の広大な面積と特徴的な地理的状況を考えれば理にかなったことです。そこで、まずは伊豆市の玄関口である自然寺駅周辺をどのようにしていくのかということがあります。今回の見直しでも触れられているように思いますが、どのような形になるのか、具体的な強いイメージが湧いてきません。分かりやすく説明願います。3、第二次総合計画策定の背景には、伊豆市が抱えている構造的な問題があります。それは少子化と高齢化が同時に進み、人口減少が加速しているということです。それによる税収減、社会資本の老朽化なども含め、伊豆市を持続させていくために必要な活力維持が困難な状況に陥っていくであろうことが想定されます。こうした成り行きのままでは、避けて通れない環境条件をどのようにクリアしていくのか、改めて以下の点を問いたい。人口減少の要因である自然減、社会減に関してどれほどの危機感を持ち、その対策についての本気度はどれほどありますか。人口減少は基地のものとして受け止め、それを前提に物事を考えていくということですか。人口減イコール税収減、活力低下イコール税収減といった状況で、今後の財源確保はままならない状況にあります。財源確保の政策、歳出削減の行財政改革などいくつかの処方箋があると思いますが、どのような手当を講じていきますか。旧町から引き継いだあまたある公共施設の老朽化に伴う対策、有効活用のアイデア、取捨選択の道筋をどのように描きますか。4、ジオパークや世界農業遺産の認定問題や教育振興審議会の答申など、近々に大きな変動要素があるとのことです。それに対して機動的かつ柔軟に対応するとのことですが、その際にはまた総合計画の見直しをしますか。2番、平成30年度、市長の新年挨拶に関して、広報伊豆1月号に市長新年の挨拶が掲載されていました。そこには、ふるさとに希望を持てる町づくりを進めますと題して、伊豆市の未来づくりに触れていました。これが明らかになれば、まさにこれこそが施政方針そのものなんですが、その中からの質問です。1、1点は、世界レベルのリゾート地を目指すという点についてです。伊豆市の基盤産業が観光であることは間違いないでしょう。歴史、自然、文化の織りなす観光資源を生かさない手はないのですが、目指そうとしている世界レベルの滞在型の旅行地や関連するでしょうが、総合計画で示されている国際的な観光文化環境都市というイメージが湧き上がってきません。改めて解説願いたい。2番目、行政サービスを維持する活力の維持です。ここでは、市民への行政サービスは可能な限り維持させる必要があるとして、その必要な財源を確保し得る活力が求められるとあります。そしてその活力を生み出すためには、中心市街地の整備などが不可欠となり、それは市民全体に対する公益性があることをご理解いただきたいとあります。この点について、難解なため解説をお願いしたい。3、市民、企業、行政による新たな競争であり、それぞれが役割を分担して未来に向けての目標を共有することが大切だと訴えています。これは総合計画にも示されている未来づくりの方法論です。では、この3点をもってして、冒頭も言っておりましたふるさとに希望を持てるまちづくりがイメージできるでしょうか。市民が読み込む広報に記載された内容です。改めて解説をお願いしたい。以上であります。よろしくお願いいたします。
それでは山口茂議員の質問に対し答弁を求めます。秘書。お答え申し上げます。まず第二総合計画についてですが、総合計画の見直しと文京ガーデンシティの中止の関連ということでございますけれども、総合計画は10年間の長期的計画ですから、その総合計画の目的、地方行政の役割というのは地方自治法に示されておりますので、その責務を果たすための活力を維持する、活力を確保する、その目的のためにどのような目標設定をするかということが目指す町のテーマ、そしてそれを総合計画という一番高い総合計画、長期的な計画の中での実施要領として3つ掲げたわけですね。したがってそこの構造は変わっておりません。ただそれを総合的に遂行する上で、総合的な一つのシンボリックな事業として文京ガーデンシティというものを掲げたわけですが、まあ、それが断念せざるを得ないということですので、実施要領の部分、事業、具体的な事業ということでは変わってまいります。またそれによって、県から承認をされていた内陸フロンティア事業も取り下げるという申請をいたしたところでございます。それから2つ目の、まずは修善寺の玄関、伊豆市の玄関口である修善寺駅周辺、修善寺駅周辺というのはもともと市街化区域でありましたし、それから何といっても都市交通の鉄道駅のターミナルですから、これを使わないという手はない。そこで修善寺駅周辺整備事業も実施したわけです。ただそこは大きな課題ではあるのですが、これあと後ろの方のご質問とも関連してくるのですが、要するに、中学校の動向がまだ見えないときに大きな投資をこう具体的に計画できないということなんですね。ですから修善寺駅周辺は何とかしたいと思っていますけれども、今こちらを先に何か事業化する、まあ、余力がないといいますか、まだ将来が不透明な状況であるというように市長としては認識をしております。それから次に丸3のところですね。人口減少のに対する危機感、これはもちろん変わっておりません。なかんずくですね、人口全体が減っていくのはもうある意味仕方がない。毎年およそ500人の方が亡くなり、100人程度しか生まれてないわけですから、自然減だけでもう400近くになるわけですね。それに社会的流出が絡んでいるわけですから、非常に問題なのですが、社会的流出は、若い方々が出ていく。でいつも申し上げている通り、進学就職ならまだしも、しかし、卒業し職場が近くにあっても伊豆の国市に出ていく人たちに対して、どうすれば伊豆市、生まれ故郷に残っていただけるかという、ここの課題は引き続き最も大きな課題であろうと考えております。他方、人口減少、すなわち経済の縮小とは限りませんので、この20年間、この2、30年間でしょうか、先進国の中で日本が唯一生産性が伸びていない、一人当たり GDP がほぼ一人負け状態の中で、社会的構造を変えることはやはり国全体としても宿命であろうし、その中で首都圏の、まあ、端っこではありますけど、一応経済的には首都圏の中に包含される伊豆半島としてもですね、社会構造、経済構造を新たな構造に変えて、人口を、住民としての人口減少がやむを得ないという状況であっても、経済的活力は維持、発展し得る選択肢はあるんだろうと、そこは強く考えております。それから最後の、ジオパークや教育振興審議会などの答申結果によってということですが、これをもって総合計画の構想部分を変えるというわけではありません。ただ総合計画は構想があり計画があり、そして計画に基づいて一つ一つの事業を進めていくものですから、その部分において、新たな状況が生起すれば機動的かつ柔軟に対応するということを申し上げたわけです。まあ、具体的に申し上げますと、世界ジオパークについては、実は平成30年度予算は世界認定されるという前提で事業とか予算を組んでおります。したがって、伊豆市の
負担という意味では大きな変動はないものと考えておりますが、ジオパークの振興という意味では伊豆市の中の事業も多少は変わってくるかもしれません。一番大きなことはやはり教育振興審議会で今議論していただいております中学校の問題、これが5月末に答申が出ると思いますが、その後議会がどのように検討されるのか、教育委員会がそれを踏まえてどのように新たな計画を作成されるのか、それが平成30年度内とすればどこかでですね、極めて大きな投資が必要になるのかならないのかということが出てくるわけです。それによって、機動的かつ柔軟に対応するということを申し上げた次第です。項目ですよね。項目ですよね。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、ありがとうございました。そしたらちょっと端から順番にいきたいと思うんですが、私は計画の見直しを、する必要はないじゃないかというようなことを9月に申し上げたわけであります。で、まあ、そうは言っても計画はもう粛々と進められて、まあ、審議会とともメンバーを多少の入れ替えをして、それで3回の審議会を経て、まあ、今日に至っている、わけであります。ただせっかく見直しをするということですから、する以上は何かこうインパクトのあるものを市民に訴えるというものがなかったのかなという、そこのところなんですね。で、まあ、そういうところがないように実は、思えたもんですから、この見直しというのは一つのこうタイトルで言ったら、なんだという何かいうものがありますかね、市長。はい、答弁願います、市長。はい、その点で私も大変じくじたるものがあるのですが、まあ、去年、まあ、おととしの12月から去年の1月2月にかけて相当回数タイムミーティングをさせていただいたときに、反対の方からもですね、それぞれ新中学校、子ども園、公園、防災、病院、それぞれ反対ではないと、ただ文教ガーデンシティという一つの事業にくくるから反対だという方が実は何人かいらっしゃってですね、やっぱりそういったその過ちを繰り返したくないので、したがって、今回市長としては市長の考え方としては、その総合的包括的な事業を組むよりも一つ一つの事業を丁寧にご説明し、一つ一つの事業についてご審議いただきたいと、まあ、そのような考え方でおります。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。もうちょっとあれなんですけど、2つに1つだろうと僕は思ってたんですね。で、1つは文教ガーデンシティという象徴的なものが、まあ、かなり大型の投資、100億を超える投資という、で目に見える、まあ、箱物というとまたちょっと怒られますけれども、そういうような形で、具現化するという政策が消えた。それに代わる何かがありますかと言ったら、今のところないとは僕は思ってたんで、本当はあればそれが示されるものだと思います。で、もう1つは今回の予算にもいろいろ書かれてるし、それから総合計画の中にも書かれているんですけれども、いわゆるソフト面といいますかね、子育てをするとか、それからまあ教育の云々とかというところに重きを置いているような組み方をしてあるんでね、僕はこの総合計画の見直しは、ある意味ハード重視の政策からソフト重視の政策に転換をしたんだというようなことを高らかに宣言してもらってもよかったんじゃないかなというふうに思うんですね。その点いかがでしょうか。はい、答弁願います。市長。はい、何度も申し上げました、過去もですね、何度も申し上げたんですが、その文教ガーデンシティはハード先行、その中の、特に最後に、まあ、否決された、もう中核的な事業であった中学校というのは、ハード重視ではないんですね。もう10年前の時もですね、教育振興審議会、それから教育委員会で、教育の質について、何度もご議論いただいて、そして、単にこの子どもの数だけではない、先生の配置、その他子どもたちのニーズ、親御さんたちの要望等を踏まえてやってきたのであって、誰一人新しい校舎を建てればよくなると誰一人言ってないんです。ハード重視ではないんです。そこはですね、ぜひその誤解を解いていただきたいのですが、実際に新しい子ども園は議会の皆さんのご承認をいただいて前に進みました。温泉病院はちょっと別の方向で今進みつつ、これも議会から要望を出していただき、市民の多くの皆さんからご要望をいただいてその方向に進んでいて、
現時点でなおかつさらに子育て世代の皆さんからは拠点的な講演のニーズもあり、そして多くの親御さんからは教育問題についてのご要望もあり、それぞれ一つ一つが質の重要な質の意味を踏まえた事業であってですね、伊豆市がそのかつてハード重視であったということは、そこはもう全く事実と異なりますので、もうご理解いただければと思います。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。まあ、これはもうずっと噛み合わないような感じがいたしますので、やめにいたしますが、ちょっと戻りますけれども、今回予算説明なり施政方針で言われたんでしょうか、予算説明だったでしょうか、予算説明というか施政方針ですね、未来に向けて着実な一歩という位置づけをしたということなんですね。でその未来に向けて着実な一歩という、その未来というのはもうちょっと分かりやすく、未来のその伊豆市像といいますかね、そこを分かりやすく簡単にもう一度ご説明いただけるとありがたい。はい、答弁願います。はい、市長。はい、議長。これは総合計画を戦略的体系的に作っているので、それを遂行することが未来に向けた着実な一歩という、まあ、私は申し上げ方をしたんですね。でこれ、まあ、後ほど別の方からのご質問あるんですけれども、要するに伊豆市が行政として行政サービスを維持できるための活力を将来にわたっても維持し確保しつつ、それがまあ行政としての目的になるわけですね。それをその目的を達成するために、伊豆市が持っている地域資源、自然と文化とか歴史を生かして、そして力をみんなで合わせて、そして伊豆縦貫道の整備進捗に伴って新しい道路を活用し、基盤産業である観光振興をベースとして経済活力を維持するということで、こういった考え方を核として、総合計画を作るわけです。で結果としてそのような思考過程によって作られた計画は体系的になっているということですね。これあと実施計画とか実施計画に基づく、諸事業というのはそういった思考過程でできていますので、それを丁寧に着実に進めることによって、伊豆市の未来につながっていくというようなことで申し上げた次第です。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、よくわかります。総合計画の底流に流れているのはやっぱりその将来の伊豆市の活力を維持していく、あるいは向上させていけば一番いいんですけれども、というためのにはどうしたらいいかというと、やっぱり喫緊の課題は人口減少対策なんだろうと思うんですね。で、人口減少対策を、まんべんなくやるというか、どういう世代に特化をしてやるかというようなことなんですけど、これはもういろんな人からいろんな形で、もう市長なんかも教育が大事だということも言われますし、子育て世代が大事だということも言われてましてね。で、やはり、この根底にあるその人口減少対策を解決する方法論の一つというのは、その総合計画にもありますし、今回の総合計画の見直しの中にも具体的には出てきています。結婚をして出産、子育て、教育、それから移住定住ということを意識して、した、住環境づくりであり、雇用支援というのもやらなきゃいけないということなんですね。で、私は実は、12月の一般質問で、母子家庭の雇用ということでね、いわゆる旅館業の休職求人のミスマッチがあるので、住環境を整えるというようなことも含めてね、そういうことの政策に向けてどうですかということに対して、市長のご答弁は、一つは今の状況の中では多分小さな幼いお子さんがいるので、保育環境、これ夜間保育できないので、これが一つの点よねと。それから二つ目に、その後いい教育をさせてあげたい、小学校中学校ので、それにはやはり収入にかかわらずそういうことが受けさせるような、そういう仕掛けを作ってあげたいというのが2番目、それから3番目にはよそから来てもらうということですから、伊豆市の中にきちっと定着してもらうという意味で、地域がどういうふうに受け入れてくれるか、で仕事中でなくて仕事は終わってからでもずっと伊豆市に住み続けてもらうために、その地域の環境ですね、そういうものを受け入れをきちっとする、その3点がね、きちっとしてないとこの政策は効果ないだろうねと、いうようなことを言われたように思います。そういう記憶があります。で、それからすると私が提案したやつはゼロ回答だなと思ってちょっとしょげたんですけどね。ところがここへ来て、
全く新しい言葉ですね。あの母子家庭じゃなくてシングルペアレントと来たから、これはすごい言葉を使いましたね。いいですねと、あの、まあ、それの実現に向けて、ね、予算化もしたし着実に進めていくということですから、これはもうありがたいことで、ぜひ、したいということです。これ本格的に、市長が的に答弁されたような内容も整理をしながらきちっとやっていくんだよという、意図が意思があるということで確認させていただきたいのは、それでよろしいですか。はい、答弁願います。市長、はい、あのすみません、その前にちょっと大事な点なので、あの、先ほどの答弁付けさせていただきたいんですが、あの伊豆市がハード重視ではありませんということで誤解を解いてくださいとお願いしたんですが、ずっと今考えてたらですね、あのひょっとしたらその学校の問題だけではなくて、例えば大城市長の時にやった火葬場とか、今やってるゴミ焼却場とか、あるいは診療処理施設とか修繕地域周辺整備とか、そういったものをひょっとしたら含めてハード重視というご指摘であったのであれば、ある意味施設整備はやっています。それはもう新市建設事業の中で合併特例債という極めて特殊な最も有利な財源がありますので、それを使って新しい形を作りなさいというのは、これは国策ですので、合併特例債を使った新しい都市構造のためのハード整備というのは、それはやっています。それは全く否定しておりませんので、そこは誤解なきようにお願いします。その上で、先ほどの、あの母子家庭のぜひ、あの伊豆市においでいただきたいということについて、山口議員のご意見に我々が全く応じなかったという認識はないのですが、ただいくつかの環境を整わないとなかなか難しい。逆に言うと、その環境を作るためにやってきたわけですね、一つずつで。祝日保育から始まり休日保育になり、今なんとか、まあ、託児所に近い夜間保育を、修善寺なり都なりで旅館さんでやっていただいて、それを市が支援できないかなという話し合いは進めているんですが、確かにご指摘の通り夜間までは行っておりませんが、なんとか休日保育までたどり着いた段階で、シングルペアレントにも伊豆市で働く場を作らせていただきたい。そのためには住むところ、そこもなんとか今、市の持っている施設を使いながらですね、社会実験まで入っていきたい。最終的には地域の皆さんになんとかその方々を温かく迎え入れていただきたい。 おおよそそういった環境が整いつつあると考えましたので、この事業に踏み込んだ次第でございます。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、あのシングルペアとに関しましては、まあ、あの質問の意図を汲んでいただいて動き出したということで理解をさせてもらいたいんですが、まあ、あのまだ 2,3 ヶ月くらい経ってない間にね、こんなに変化があるのかなって、すごい早足だなと思ったりなんかするわけです。あの質問者の側からすると、まあ、せめてその時に検討しますくらい言ってくれるとね、ものすごくあのなんか次の活力が湧いてくるんですけど、めげますよね、ゼロ回答に近いとね。まあ、でも結果はいいんです。あの実際に実現をするという方向に向かってくれるということですから、まあ、よろしくお願いしたいというふうに思います。で、総合計画の見直しに戻りますけれども、あのやっぱり今 そのシングルペアレントのことも含めて、やっぱり若者の子育て世代が住むのに魅力のある街というようなことをですね、きちっとアピールするということが必要じゃないかなというふうに思うわけです。だからそういう意味で、まあ、ちょっとあのハードっていう言い方、ハード重視がどうのこうのですけど、やっぱりそういうのところに重きを置いているよということで、のソフト重視の伊豆市、ものすごく住みやすい街だよねというようなことをアピールするもの、それをその建屋じゃなくて箱物ではなくて、そういう制度政策で、いろんな制度政策で戦ってやってますよと、もうどうしても魅力あるな、あの伊豆市に行きたいなと、伊豆市の住所、伊豆市アドレスを欲しいなという、そういうようなことになるような環境をね、ぜひ整えてもらうということが必要じゃないかなというふうに思ったわけであります。ここは終わって、その次に、コンパクトタウンの話にちょっと戻りますが、戻りますかというか、あのもう一度確認なんですけど、あの伊豆市型のコンパクトタウンというのは、一体もう一度ちょっと分かりやすく説明して、まあ、旧町を中心とした市街地、今まであったにぎわいの街、まあ、それをさらに、どういうふうに、していくのか、でどういう機能を持たせる、最低持たせなきゃいけない機能はどういうことなのか、そしてその周辺に暮らす人々にとって、今とは違う何かが見えてくるようなものがあるのかなの、ないのか、その辺を改めて伺いたいと思います。はい、答弁戻ります。市長。まずはあの概念的な ところについて、哲学的なところについて私から申し上げます。足りなければ総合政策部長にまたあの追加の説明をさせますが、まあ、あのこの地方創生の話が出ましたときに、当時はあの内閣府でかなりスタッフを抱えておりましたので、まあ、そこの幹部に具体的ないろんな相談を言ったときに、国で見るとですね、国で見ると、まあ、
三島沼津あたりがコンパクトシティなんですね。あそこが合わせても30万ぐらい、まさに青森市とか富山市とかそのあたりが人口30万ぐらいですから、国のレベルで言ってる、コンパクトシティっていうのは三島と沼津を足したくらいなんですね。そこに新幹線の駅があり、コンベンションホールがあり、スポーツ施設があり、がんセンターがありみたいなところで、つまり修善寺周辺が小さな拠点になるわけです。でそれでは伊豆市はその衰退することに粛々と静かに衰退していけということになるので、我々はうちにある都市機能をうまく使い、そして近くの三島や伊豆の国市の都市機能も使わせていただきながら、修善寺駅周辺に我々の持っている都市機能を集約し充実し、そして、中伊豆、湯ヶ島、土井のそれぞれの生活拠点もしっかり確保したいということで、ネットワーク型コンパクトタウンという名称を使ったわけです。でそのきっかけになったのが平成28年度に終わりました光ファイバーの整備、つまり情報のネットワークで、もう一つが伊豆縦貫道の進捗ということで、今度月ヶ瀬までできますので、そこから都営は県が今一生懸命同じタイミングでやっていたい、そして安岡地区へは指導であるヤングマイカダバ線、今予算でもお願いしておりますけれども、道路ネットワークと光ファイバーのネットワークを使うことによって、少しでもその伊豆市の中の生活拠点間のネットワークを作っていきたい、今湯ヶ島でやっている社会実験のディマンドバスもその一環でございますけれども、そういった考え方に基づいて、伊豆市型のコンパクトタウンというものを考えてまいりました。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、じゃあ伊豆市型の、人口はね、全部でも3万1000人というぐらいで、それで九町のにぎわいの拠点というと、一番分かりやすいのは湯ヶ島が今ちょっと先行している形でね、あれはそういうことですよね、コンパクトタウンだろうと思うんですけども、支所機能とか、それから社協であるとか包括支援というか、いわゆる公的のような部分は集約される、これはもう公が公がやればいいところなんですね。でそこに拠点ができました。これは役所が整える世界であります。でそれ以外の日常生活機能といいますかね、最初必要最小限の何かを求めるようなショッパーみたいなものが、じゃああの近くにこう集まってあるのかないのか、それから金融機能ですね、やっぱり生活をする上においては、生活物資を購入できる金融機能、それからちょっとした体調を崩した時に見てもらえるようなクリニックがあるのかないのかというような、必要この日常生活に必要なものがこう備わってるっていうイメージだというふうに思うんですけれども、その辺がちょっと違ったらいいのか、ちょっといいのか悪いのかちょっと教えてほしいと思います。はい、答弁を求めます。はい、総合政策部長。それではお答えします。今山口議員の申し上げた通り、コンパクト伊豆市型のコンパクトタウンといった時の、拠点、地方拠点というのはまさしく日常生活、通常の人が通常の生活を送る上に最小限必要な機能を、その中にあるというような内容でございます。はい、再質問ありますか。山口議員。そうしますと、湯ヶ島の例を例えば分かりやすいんだろうと思うんですけど、あの周辺に住んでる人、それから周辺から、ちょっと離れたところに住んでる人たち、そういう人たちから見て、その人たちが家を変わるというわけにはいかないですよね。もうそのままの生活はずっと維持してもらうということなんですけど、そういう人たちから見て、あそこにでは全てが移管し、何かが出来上がって、もうコンパクトタウンが完成しましたみたいなことがあるのかどうか分からないんですけども、そうなったときに今までと、なんか違うことが起きたよねって、いわゆる伊豆市 の計画の中にあるコンパクトタウンというのはこういうふうにできたんだねっていうふうに思えるような何かというものがあるんでしょうか。はい、答弁を求めます。はい、総合政策部長。ただいまのとおり、拠点性のイメージとしましては、基本的に通常のもともとありました旧4町の中心部といいますか、そういった機能が大きく変わるというようなことは、これはあまり想定できません。ただコンパクトタウンという中にもう一つネットワーク型というふうに申し上げてございます。これはこれまではおそらくそれぞれの旧4町の中で、その、区域の中で一つものが収束するものを、今回合併した大きくなりました伊豆市、
これを全体として見て、それぞれの地域がこうつながっていくというところを一つのネットワークとしております。さらに付け加えますと、まあ、伊豆市型というのは、先ほど市長の答弁にもございました通り、まあ、伊豆市だけで、まあ、一つの都市機能全てをこう持っているということは、これはなかなか難しい、状況でございます。そのために、沼津、もしくは三島、また、まあ、伊豆の国市も含めてでございますが、周辺の市町のそういった機能をうまく活用しながら、都市の形を作っていくというような考え方でございます。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、分かっ、はい。文京ガーデンシティがなくなりましてね、かなり象徴的な、そのコンパクトタウンの象徴的な世界だったと思うんですよね。で、まあ、しかしあれは修善寺地区の、日向和野であって、あそこにコンパスのこの芯があったんじゃないですね。修善寺駅にコンパスの芯があって、ちょうど 1キロ、なんでしたっけ、あの距離の中のギリで入るところに、文京ガーデンシティがあったということだと、ちょっとそこだけの確認をさせてください。はい、答弁願います。はい、総合政策部長。今、ただいま山口議員の申し上げ、の通りでございまして、やはりあくまでもその、伊豆市の、まあ、中心部といいますか、駅周辺を一つの、拠点とした、その中の、まあ、1キロ圏内、そこの中に、さらに新たな、中学校、そういったものを含めた、まあ、当時、住環境の整備というような形を申し上げました。そういったものを持ってくるということで、エリアとしてはまさしく、修善寺駅周辺の中心部の一部でございます。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、そうしますと、まあ、文京ガーデンシティがなくなっちゃって、その周辺のそこの、まあ、にぎわい拠点はちょっとなくなってはしまったんですが、コンパスの芯は修善寺駅あの周辺にあるということですとね、あの玄関口であるあの周辺をどういう開発をしていくのかということなんですけど、まあ、これについては先ほどの市長からのお話のように中学校の動向が分からないとか、余力がないとか、なんかいろいろことを言われまして、将来不透明な部分があるのでね、なかなか、示すことはできない。でも、どんな構想を持つのかね、あの修善寺のあの駅を出たところの風景がどんな形になるのかという構想そのものも、まだこれからということなんですか。その辺がもしあるなら教えていただきたい。はい、答弁を求めます。はい、総合政策部長。まず、修善寺駅周辺につきましては、すでに、まあ、平成26年に、まあ、先ほど市長の方からもございましたが、まあ、修善寺駅周辺の整備というのがこう進みました。まあ、その中で、まあ、今回見直しをする中でですね、まあ、そのやはり、今回見直しの際に、まあ、高校生ですとか、まあ、若い人たちからのそんな意見を、ワークショップ等をやった中でも、どうしてもその中で出てくる意見としましては、やはりその駅周辺 の、 その魅力の向上の必要性があるというようなご意見が出ております。で、まあ文京ガーデンとはちょっと場所が異なりますが、今回その賑わい作りといった点では、やはり駅周辺はその必要性があるところであろうというふうに考えてございます。まあ、基本的な形で新たな、具体的な施策というのはなかなか今現在申し上げることはできないんですが、例えば景観的な統一感、それからまた案内表示、空き店舗にあります、まあ、空き店舗や広場の活用、こういったものを中心にですね、にぎわい作り、そういったものをこう進めていければと考えてございます。はい、再質問ありますか。山口議員。そして修善寺駅周辺整備というのは、具体的な絵図面といいますかね、まあ、最もこれは地元の商店街があってみたり、まあ、お住まいになっている方たちも山のようにいるわけでね、そういう人たちの関係をきちっとしなきゃいけないんですけども、その関係の前に伊豆市としては、あの周辺はこんなになればいいよという構想そのものもないということでよろしいんですか。はい、答弁を求めます。市長。それはちょっと私の方から、私が市長になる前に、TMO だっけなという駅周辺のですね、整備構想、ずいぶん長い時間検討されていたようです。私が市長になる前ですので、詳細は承知してないんですが、私が市長になったときに、前市長からはですね、修善寺駅周辺整備事業を進める、進めないについて、次の市長に任すという引き継ぎだったんですね。で、その時点で、平成20年の4月に私が市長になったときに、まあ、その引き継ぎ書を見てですね、で、その時点では合併特例債10年ですから、進める進めないをそこで決めなければいけなかったわけです。
そうしないともう修繕地域製品周辺整備事業の合併特例制も使えなくなるというような時期的な条件がありましたので、これそれについてはやるということにしたんですね。でその時点で時間的余裕があれば、今問題になっている修繕地橋から交番あたりまでの道路とか、さらに駅周辺のさらにその今市街化区域になっていたあたりまでの構想を作っておくべきだったのですが、残念ながらそこまでの時間的余裕はございませんでした。でその後修繕地駅周辺整備事業が、まあ、目処が立った後、何度か何度か地元の皆さんたちとは話は しようとはしてきたのですが、そこについてはまだ構想まで至っておりません。おりません。今駅西が広場として空いておりますけれども、あそこも中途半端なものを建ててほしくなかったので、伊豆箱根鉄道にはご理解いただき、ものすごくいい案が出るまで広場で置かせてくださいということでお借りしている。もっとすごいこれならという案が出れば、まあ、使わせていただくことも視野に入れてるんですけれども、そういう状況でまだ構想策定まで至っておりません。そこで、まずはですね、構想策定のためのミーティングではありませんが、まず修繕地駅周辺の皆さんには将来の都市計画的な方向性と東京2020のオリンピック・パラリンピックの時のおもてなしの体制を合わせてご意見を伺う場を作りたいと思っています。というのはこのままですと1000人か2000人か3000人か分かりませんけれども、ほぼ同時期に修繕地駅にいっぱいそのオリンピック・パラリンピックのお客様が来られた時に対応どうするのか、ユニバーサルデザインはどうなっているのか、多言語化はどうなっているのか、誰がどういうふうにおもてなしをするのか、その1000人2000人の外国のお客様が行くカフェもない、それはその1週間2週間で終わるのではなくて、将来の伊豆修繕地駅周辺の方向を見ながらおもてなし体制を整えたいという意味で、その話し合いを、まあ、これから呼びかけると、段階的には大変遅くなっておりますけれども、そのような状況でございます。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、駅周辺の開発といいますかね、については、まあ、これから地元の皆さんときちっと対話をしていくということですから、ぜひよろしくお願いしたいと思うんですが、よく言われている話で、例えばの例です。例えばのその開発の中に含まれるべきだろうなと思うんですけど、よくビジネスホテル、まあ、って言い方はおかしいんですけど、なんだろうな、いわゆるここは観光ですから、温泉旅館、中級以上の高級な温泉旅館の町ですよね。でもそうじゃなくて、いわゆるもっと簡単に泊まれるようなビジネスホテルをね、なんでないのと。で特に伊豆市にいろんな形で東京の方から仕事で技術的な仕事とかいろんな仕事があると思うんですけども、それも1日で済まないような仕事に来てくれる人たちが泊まるとこないから三島の方へ泊まって、それで通ってんだというような話を聞いたことあるんですね。でこれは多分、まあ、これは伊豆市が建てるわけじゃないんですけども、ホテルを誘致し、ホテルがあれば、まあ、そこに泊まってもらって仕事はものすごく楽になるし、それから夜ビジネスですからね、夕飯っていうのはもう外で食べるということでしょうから、そうすると地元の食堂とか居酒屋とかなんかそういうところの賑わいもできてくるというようなことがあって、かなり経済効果はあるんだろうと思うんですね。でそれが一つと、それからサイクリストのね、ここはまあサイクリストの街だ、サイクルリゾートを目指そうとしているわけでして、サイクリスト その宿泊のニーズってどういうふうになっているのかなというようなことですね。公共温泉旅館に泊まるという感じじゃないと思う、まあ、まあそういう人もいるでしょうけどね、というようなこともある。それから今回の、まあ、やや唐突感があるんですが、グランドゴルフ大会、グランドゴルフ云々というような話が出てまいりました。でこれが本格的に整備されて、大会ができるくらいのね、全国大会ができるようなそんなような形のものを整備するようなことに仮になれば、当然これは日帰りじゃなくて宿泊をするという、そういうそれでグランドゴルフやるために高級旅館に泊まるということはありえないと思うんですよね。でそういうような受け皿的なこともね、開発計画の中の一つに加わるべきだろうし、そんな計画がなくても花からもっと早くからなんかそんな整備があってもおかしくなかったんじゃないかなという思いがあるんですけど、その点いかがでしょうか。はい、答弁求めます。はい、市長。今議員ご指摘のニーズは当然あえると思っておりますし、またそういった意欲のある事業をされている方もいらっしゃいますので、行政がストレートに入るわけではありませんが、なんとか早く実現するように期待をしたいと思います。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、よくわかりました。そしたら1、2、今のブロックのところに共通して僕は文教ガーデンシティ云々という話題を出しましたんでね、これまあ中心になったわけです。
で、現実にですね、この計画を進めようというところで、中学校を作ろうという議論があり、で、あの土地だけ、あの南北の土地だけ、脳震障害の手続きをしたわけですよね。で、それはその後どうなっているのか、開発、いわゆる計画が中止になれば、あれは速やかに返上するというのが、確かちょっと農地局の方に、県の農地局の方に勉強に行ったら、そういうことを言われたと言いますかね、そういうことがあったような気がするんですけれども、その辺がどんな現状になっているのか教えていただきたいです。はい、答弁求めます。総合政策部長。それとその件につきまして、私の方からお答えさせていただきます。まあ、今、議員のご指摘のとおり、まあ、文京ガーデンシティにおけます、その新中学校の授業、これは、まあ中止となりました。で、まあ、中学校のにつきましては、今後どういう方向性になるかというのは、まだ現在、教育部の方で、作業中でございますので、まだ今のところ未定という状況でございます。まあ、その中で、教育振興審議会の方で、今後の伊豆市の中学校のあり方についてはご議論いただいておりますので、それが一応5月に答申いただけるというようなご予定を伺っております。基本的にはその答申を受けた上で、今回の脳震盪に除外された部分について、どうするべきか検討していくというような形でございます。まだ今のところ、中止になったという状況でございますが、その後の動きを一応見計らった上で、次の動きを検討するということでございます。以上です。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。議長、全く同じものを立てるということは、僕は不可能に近い、あれだけの議論をしてきてますからと思うんですが、それはともかくとしましてね、今残っているということは、そのままその手続き、返上しないで残っているということは、教育振興審議会に予断を与えるということにはなっていませんか。その辺が心配です。はい、答弁求めます。いいですか。どちらが答えますか。はい、教育長。教育振興審議会においては、あそこの土地がどういう状況になっているかというようなことは一切議論したことはありません。委員さんたちは多分全くそのことを頭に置いてないと思います。一切質問ありますか。はい、山口議員。はい、わかりました。この予断当たりのことになると、これもね、そのまま手続きを放置したということで、かなり責任問題になっていくんじゃないかなというふうに思うわけです。で、ただどうなるかわからないということで、そのまま放置が許されるのかどうなのかね、農地局で確認したときには、計画そのものが中止になったらば、速やかに返上という返上ということは分かりませんが、するべきだというように聞いてました。で、そのことに関して別にね、市が決めることだから、議会で決まったことがそういうことであるのは別に何も問題ありませんと。ただ、それを怠っているということがね、僕らはいろんなことを言われたんですけども、県と市との関係が悪くなりませんか。大丈夫ですか。はい、答弁求めます。はい、総合政策部長。当然のことながら、農心農用地の除外というのは目的を持った土地利用があって、行われたことでございますので、その目的が、中止になったということであれば、手続きを進め、元へ戻すというような手続きは、それは当然のことでございます。で、基本的にそのスタンスは変えているものではございませんで、ただタイミングとして、どのタイミングでそれをこう、最終的に判断するかといったときには、今の現状の中学校の在り方の動きを確認した上で、県の方とは調整させていただきますので、関係が悪化することのないように適宜調整してまいります。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、はい、分かりました。そうしましたら、丸さんで指摘させていただいたところに移りますが、人口減少問題で、自然減とそれから社会減があるということは、もちろん通りなんですが、ちょっともう一度確認をしたいんですけれども、自然減のところですね、先ほども市長はおっしゃられましたけれども、亡くなっていく方が500人いて、それから生まれてくるのが100人しかいなくて、マイナス400人はもう確実に減ってるんだっていう。ということですね。で、これは先ほども申し上げ、話を聞きましたし、この前、12月かな、9月かな、その時にももういかんともしがたいというような言い方をされた記憶もあります。それから、広報の新年号は後で出てきますけど、そうじゃなくて、そこの前段のところでですね、
少子高齢化、生産年齢人口の減少などの構造的な問題から伊豆市はやっぱり逃れることができません、この宿命を受け入れた上でということで書いてあるんですね。ですからもう自然減というのはもう400人もう毎年減っていくというのはもう仕方ない、もうここにはあんまり手を打たないということなのかどうなのか、この辺を聞いて。はい、答弁願います。市長。はい、市長。当然伊豆市の若い人たちだけが未婚率が高いということではないと思いますので、まあ、推測するに、結婚する時にあるいは結婚してから近隣市町に流出しているのかなと、それが自然減につながって出生数が相当減っていますので、去年は102人だったでしょうか、減っています。で、まあ、これも蒸し返しになるのであまり申し上げたくはないのですが、申し上げにくいのですけど、それに対してやはりその子育て世代ですね、30代、40代前半ぐらいの人たちのニーズ、要望に対して我々は応えるべく政策を組んでいるのであって、そこと、まあ、議会の皆さんのですね、方向性が合えばと考えております。なんとかですね、議会の皆さんにおかれましても、その30代、まあ、20代後半から40代前半ぐらいの方々のですね、要望とかニーズをこううまくこう具現するような政策提言をしていただければ、当然そこは変わり得るもの、好転し得るものだと考えております。私どもはいつもパーフェクトな政策を組んでいるとは思っておりませんけれども、しかし今回の件で一番痛感したのは、そこのところをに焦点を当てた政策を、まあ、私たちとしては組んだつもりだったのですが、その新たな事業の組み方においてもう一度そういった世代に光が当てさせていただければと考えております。はい、再質問ありますか。はい、はい、山口議員。まあ、ここは今自然減のところも話をしたんですが、今の市長のお話ですと、もう産むようなそういう人たちが、出ていくということは、要は自然減と社会減がもう重なった複合的な要因だということになりますよね。で、そういう意味ではやっぱりそういう人たちが出ていかないような政策をきちっと作るべきだということはもう多分合ってると思うんですよ。全く認識は一緒だと思うんですけども、そこのところのその何て言うんだろうな、政策的な魅力のあるものにつながってきていないから、だから逃げていくっていう形で転出されていくんだろうと思うんですよね。で、まあ、ちょっと分かりました。それで、ただ自然減の方はですね、総合計画の中でも目標値を上げてますよね。合計特殊出生率を 1.25 を 1.69 にするというね、まあ、これ県は確か 1.8 だったか、ああ2かな、 2.0 で国が 1.8 だったですかね、まあ、それより下の水準で目標達成するんだというふうに言ってますけど、この 1.6 だって至難の業だと思うんですね。で、ですけども計画に出している以上は、数値目標を出している以上は何らかの手を打つべきだとは思うんですね。それは一体何を具体的に打っているんですかというか、1点2点教えていただければ。はい、答弁を求めます。はい、市長。子育て世代の負担軽減というものもあるんでしょうけれども、しかし合わせて伊豆市は相当幼児教育のところも確かに幼児教育施設は少なくしてまいりました。もう半分ぐらいになっているんですが、しかしその中で幼児教育と学校教育との連携は非常に評価をされておりますし、また今子ども園化している施設はですね、一つは親愛会に、二つは春風会にお願いをしている中での立ち上げ時のいろんな問題がございましたけれども、比較的スムーズに移行しておりますし、それから子育てサポートセンターも少しずつ、まあ、子育てサポート機能ですね、もう少しずつ充実させておりますし、それから全国で何例あったか、先行例があったか私は存じませんけれども、幼稚園の教育費と子ども園の保育費の事実上の統合というものも全国であまり例のない政策なんだろうと思います。そういったものを総合化してですね、ずいぶんやってまいりました。また小学生、中学生の通学費の全額負担、高校生の通学費のほぼ半額の負担、こういったものはあまりないんだろうと思います。そういったものを一生懸命やってきている中で、なんとか1人のお子さんよりも2人、3人という方向に子どもさんを産んでいただけるような環境ができればと考えておりますが、まだ道半ばかなという気がしております。
はい、再質問ありますか。はい、山口議員。よくわかるんです。本当に子育て世代の対策を一生懸命頑張ってやってるんだろうと思うんですけど、結果が出なければやっぱりその対策っていうのはちょっと寂しいものがあるなと思うわけですね。で、まだそのやり方、やり口、それから知らしめる方法、伊豆市以外に住んでる人が伊豆市に住みたいなと思わせる政策、それから伊豆市にいる人がやっぱりずっと伊豆市にいるよって思わせる政策のところの発信機能、発信能力って言ったらいいな、発信機能がきちっとしてないというところもあるんじゃないかなという思いがあります。まあ、もうこれ堂々巡りになっちゃいますから終わりますが、ただ一点だけ教えてください。伊豆市の職員300何人いますけど、伊豆市の市内在住率ってどれくらいありますか。はい、答弁願います。はい、総務省。はい、職員現在364人のうち、約、85% ぐらいが市内在住になっております。はい、再質問、山口議員。はい、以上。これが多いか少ないかなんていうことを言うつもりは毛頭ありません。特にね、職員採用で、意識的に市外から採用するということも今までやられてたんですよね。やっぱり伊豆市だけの人材じゃなくて、多様なそのいろんな知見を持っているという意味では、よそに住んでいる人も必要だということの採用政策もあったと思うんでね、そういう人たちが、できれば伊豆市仕事してみてね、伊豆市の仕事してみたら、もうすごくいいから移り住むわって言ってくれれば一番ありがたいんですが、ただ、ちょっと聞いたところによると、結婚して、なんか伊豆の国行っちゃうとかね、新しい家建てるときにっていうようなことが、ここの5年、10年の間にね、結構あるっていうようなことを聞いたもんですから、その辺のその流れみたいな、流れといいますか、10年ぐらい前と今との関係、この10年間くらいのその動きみたいなものの特徴的なことで何かありましたら教えていただきたいです。はい、答弁願います。はい、総務長。はい、結婚を機に外に出て行かれる方は、男性も女性もその結婚してそちらの家に入る場合もございます。で、当然そういうのはやむを得ないと思ってますし、ただ今そのご夫婦のそれぞれの勤務地が例えば伊豆市の市役所であって、相手方の方が例えば三島とか沼津である場合、どうしてもその中間を取るというようなこともあるようですので、一概にその結婚したから夫婦で、1軒や2軒はどうも伊豆の国っていうのもあるようなんですが、やはり何かしらのその外的な要因があってやむを得ず出て行かれるということが多いようです。で、また先ほど議員おっしゃられたその採用の際ですね、なるべく外からに住んでいる方を採用するときには伊豆市に住んでくださいというお願いをし、若手の職員は相当数が外からの方を採用した場合でも市内でアパート等を借りて住んでいただいているのが現状でございます。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。はい、わかりました。で、出てってる職員を責めたり絶対しないでくださいね。その生活があることでね、いろんな事情があってということですから、ぜひお願いしたいなと思います。で、移住促進ということに関してですね、認定 NPO 法人のふるさと回帰センターというのが有楽町の交通会館に事務所構えているのかな。で、これ聞いてみると、この前もあれですかね、須須線の沿線の三市一町で、説明会とかプレゼンをやったというふうに聞いてますし、御殿場市では御殿場市デーというのは、これ新聞に載った内容なんですけど、毎月1回ね、これからやっていくというようなことがあるんですけど、よくよく聞いてみますと、静岡県がその NPO のセンターに正会員登録していて、静岡県の窓口をうまく使って御殿場市は臨時窓口を開設すると、それから、さっき言った三市一町のやつはその静岡県の窓口を使ってそういう説明会を開いたりプレゼンをやったりすると、こういうようなことなんですね。こういうやり方でいいんだろうなというふうに思うんですが、三島市とかなんかいろいろ正会員になって、どういう活動されているのかね、いうようなことがあるようなんですけれども、伊豆市としてはその辺のお考えありますか。はい、答弁を求めます。総合政策部長。例えば議員の、方から言いました、NPO の関係でございます。こちらにつきましては会員となっているのは静岡県、それから三島市も、実際に会員になっているようでございます。こちらにつきましては、県が主体となりまして、静岡県内の各市町村、
それらに対して、まあ、移住、まあ、定住のためのセミナー、そういったものをこうやっておるのですが、まあ1月には伊豆市がその、まあその NPO ふるさと回帰センターにおきまして、まあ今言いましたの伊豆パコリアル休日で伊豆パコという、まあ、伊豆箱根鉄道の沿線の市町による、まあ、移住定住のセミナーということをやっているようでございます。また3月にはこれはちょっと別のところでございますが、やはり静岡丸ごと移住フェアというのをやっておりまして、これはこのような形で実際にそのいくつか、その移住定住に向けたその取り組みというのは市の方でも進めてございます。また平成今年度、平成30年度もですね、やはり静岡県の方の、伊豆半島の移住相談会というのがあるようでございまして、まあ、そういったものとか、またこの今言いますその、セミナーというのもですね、まあ、これ11月ぐらいを一応予定ということなんですが、まあ、伊豆市は、まあ、温泉のある暮らしということで、やはりそういった、まあ、こちらの移住セミナーというのをこうやろうという動きがございますので、まだ会員等の、まあなるかどうかといったところについて、まだ現在まだ、検討している段階ではございませんが、今あります静岡県とですね、まあ、協力しながら、まあ、30年度進めていくような予定がございます。以上です。はい、再質問。はい、山口議員。はい、このセンターに加入するかとかどうかということは別にしましてもね、やはり広く全国にアピールしていくということでは、まあ、静岡県の窓口を使うということはいいと思うんですけども、要はこちらの受け入れられる体制に、その移住定住に関する、まあ、家賃補助とかいろいろありますよね、住宅建設補助とかあります、それから子育て支援というのはこういうのがありますよと、で他の市町にあるようなもの、あるいはないものもあるのかなというようないくつかの政策があるんですね。それをやっぱりきちっとこう横断的に整理をして、で伊豆市に住ませたいと思うようなその政策をこうきちっと出すということなんですが、移住の致命的ということがあるんですけども、移住 の求めている人の、一つは就労の場があるかどうかということが大きなそのファクターになっているんですよね。ところが就労の場っていうのはやっぱり限られてしまってて、いくらいい制度をこうと思ってぜひ来てくださいって言って働くことがあるんですか、ありませんということでは、なかなかこのアピールする訴える力に訴求力っていうのかな、弱いような感じがするんですよね。でもそこを逆手にとってですね、やっぱりここは就労の場は悪いけど、すぐ近辺の、その市町に、通勤すごく可能な範囲で、まあ、道路も良くなってるし可能な範囲で結構ありますと、伊豆市には残念ながらちょっと何もないわけじゃないけれども、全部をその満たすだけのものはない、要は伊豆市っていうのはもうすぐに特化したベッドタウンって言っていいのかわからないけど、そういうことでアピールをしていくっていうね、何かがあってもいいんじゃないかなと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。はい、答弁を求めます。はい、総合政策部長。はい、まさしくその、まあ、就労の場というのが、まあ、あってこその移住というのは最もこれがやはり一番適した姿であると思います。ただ伊豆市は、まあ産業関係で、まあ、観光産業というのは一つの大きな主要産業ですが、それはまあ一つ就労の場として売りに出すということは重要でございますが、加えましてやはりこの豊かな自然環境というのも伊豆市の大きな、売りだと思いますので、まあ、情報といたしました、まあ、就労というか職の情報、それから住む場所の情報といったもの、これらをうまく組み合わせてですね、そういった移住定住の情報提供に努めていくことで、少しでも、まあ、伊豆市の方に新たな方が来るような方向を考えてまいりたいと思います。はい、再質問。はい、山口議員。はい、わかりました。人口の社会減という意味では先ほど誰か話してありますが、高校生が卒業してと同時に出てってしまう、これはもう進学をするとか、まあ、就職ということもあるんでしょうけどね、で、その辺はもう織り込み済みで、その人たちがいずれ必ず戻ってきてくれということを考えないといけないということがあると思うんですね。で、この前新聞に載ってましたが、熱海高校で観光ビジネスコースっていうのがあって、そこに20人くらいいるのかな、その人たちによる高校生ホテルっていうのが話題になりましたよね。
で要はその熱海高校にはその観光ビジネスという観光ということに特化した勉強する場所があるんですよ。でこれ伊豆総合高校に、まあ、作ってくれって簡単にできるような話じゃないと思うんで、許認可があると思うんで、というようなものをですね作っていくというようなお考えはありますか、という働きかけをするということがありますか。はい、答弁を求めます。はい、教育長。この件については、まあ、伊豆総合高校、実は昨年から豊文校ができたわけでございます。で実は平成29年の時にですね、県の方から、まあ、今回豊文校の開校にあたって、例えばその豊野地区はどういうようなその観光人材も含めた高校を目指しているかというような打診が、県の高等学校教育課の方からございました。でその中で先ほどの伊豆総合高校での例えば観光コースはいきなりやっぱり難しいけれども、例えば外部講師を招いて、そういう例えば地元の旅館の方々とかホテル経営者の方からの外部指導で、まあ、とにかく地元の、そういった活動をしていただくということも含めてですね、地域の方々の協力体制をしっかりした上で、そういう伊豆総合高校においてもですね、まあ当然学校は学校内の方針がございます。伊豆総合高校には実は私もお邪魔させていただいたところですね、やはり地域で活躍できる人材を育てたいという大きな方針は同じでございました。そういう文化もしっかりでございます。でご案内の熱海高校がやっている高校生ホテル、実はこれは平成11年にですね、英語学科が観光ビジネス類型という形に変わって平成18年に、まあ2年生3年生を対象にホテル実務それから観光支援というテーマに実はかなり前から準備がなされておりました。で担任の先生がにもお話を聞く機会があったんですけども、一番やっぱりキーパーソンは、卒業した生徒さんが、受け入れる地元の旅館ホテルがあるかといえばそちらの確保をですねすることが一番大事だろうということでございまして、やっぱりこれも 4,5 年かけて地域の方々の旅館の経営者の方々に例えば講師をお願いしたり、そういったものを、あとホテルの実務ですね、こういったものを踏まえて昨年ですね、本当に先ほどおっしゃった高校生ホテル、高校生が経営をするホテルということで、これも地元の旅館の本当に献身的な努力があった末の、まあ、成果だというふうに聞いておりますが、本年度も継続して実施されているということでございます。でやはり先ほどの伊豆総合高校の生徒さんが卒業した後に帰ってくるやっぱりポイントはですね、地元のそういう企業とのつながりがないと、やはり、まあ、鳥の高校もそうですけども、やっぱり外へ出たがる、でなかなか帰ってこないっていう、その帰ってくるきっかけ作りが地元とのその結びつきという点は、我々も十分に重視しておりますので、高校生ホテルの取り組みも一つの参考事例になりますし、実は観光関係の方々もそういうニーズでですね、ぜひ地元のそういう生徒さんを何とか採用したいというような意向も伺っておりますので、そのことも含めてこれから課題として進めてまいりたいということでございます。はい、再質問。はい、山口議員。まあ分かりました。取り組みたいということですから、で高校卒業して、まあ、仮にできたとしてね、高校卒業してすぐ即戦力なのかどうなのかということもある。もっと言えば高校卒業して上級のそのビジネススクールなり、まあ、専門学校なのか、まあ、大学にそういうのがあるのかどうか分かりませんけれども、そういうところのさらに上を目指す教育へのね道筋をつけてもらうという、まあ、そういうことも含めてね、伊豆総合高校にそういうものを作り、それからその先もあるよということをやってあげるのがいいんじゃないかなと思うし、その先どこかへ勤めたとしてもいずれは U ターンで必ず帰ってくると、まあ、それには仕事がないと困るわけですけれどもね、というようなことをね、ぜひ検討の素材にはするということですから、もう少し煮詰めて熟成をさせて動き出していただきたいなというふうに思います。それから時間がなくなってきました。で4番目、これはちょっと総合計画の見直しをまたしますかというようなことを聞いておりますが、これは先ほどの市長の答弁では、まあ、いろんな変化、ジオパークにしても、まあ、農業者さんもそうなんですけどね、まあ、いろんなことで予算措置といいますかね、そういうものを含めてやっていきますよということのようです。で計画の見直しをするかどうかだけ教えてください。はい、答弁を求めます。はい、総合政策部長。さまざまな要因につきまして、まあ、今後どうするかということで、今回の総合計画というのは一応、10年計画の中で前期後期という、2回に分けておりますので、近いところでは後期の
基本計画策定というのがまた近々参りますので、そのタイミングで、例えば具体的な事業に変動とか生じた場合は検討することがあろうかと思っております。以上です。よろしいですか、はい、まあ、時間ありますけど再質問よろしいですか。もうここはいいですか。 2番目、はい、2番目の答弁お願いします。はい、一緒、2番目のご質問は私の新年の挨拶についてということで、まず世界レベルのリゾート地を目指すという言い方ですが、静岡県の総合計画の中では伊豆半島地域の目標が示されていて、世界レベルの魅力あふれる自然を生かした観光交流圏とこうなっているんですね。で、私がここ世界レベルのリゾート地というのはこれ伊豆半島全体を指していますので、同じ表現でもいいんです、同じ表現でもいいんですが、世界レベルの魅力あふれる自然を生かした観光交流圏というとなんとなくね、こう硬い感じがして少しイメージが湧かないかなと。で、私の勝手な想像ですが、世界レベルのリゾート地というとなんとなくコートダジュールとかハワイなんかを連想していただけるかなと。伊豆半島全体として伊豆縦貫道ができるであろう20年後ぐらいには、そのようにいろんな国から平日も含めておいでいただけるような伊豆半島になっていたい、なることができるということで、このような言い方をさせていただいております。で、その中で伊豆市はその一部ですから、あまり同じ表現を使わずに、伊豆半島の中ではうちのように山の部分、海の部分、文学、絵画、美術館、いろいろあるでしょうから、伊豆市としては、文化というのは生活文化もありますし、歴史もありますし、文学もありますし、絵画もありますし、まあ、音楽はあんまりうちではないと思うんですけども、そういった文化と環境ですね、環境というものは当然自然環境を保全することも活用することもあるわけですから、伊豆市としてはそのような形で、文化とか環境を生かした国際的な観光都市を目指すと。これは静岡県の総合計画にも伊豆半島全体としての方向性にも沿った形で表現をさせていただいたものでございます。ただ総合計画ですから表現としてはちょっと硬くなりました。はい、丸に、はい、すいません。2番目の、活力の維持ですけれども、やはりまんべんなく人口を維持するというのは正直言ってこれは難しいと思います。政策目標として掲げている場合にやはりなかなか難しい。で、現に問題は伊豆市の子育て世代、就労世代の方々が出ていく先を、まあ率直に申し上げて出ていくという生活ライフスタイルを好む方をなんとか修繕時期周辺で止めたい、できれば出て行ってしまった方もまだ家を買ってない方は戻っていただきたい、そういった意味で経済は経済で経済活力は維持しますけれども、しかしもう一つその生活基盤の都市的な生活を望む方にとっての受け皿は作りたいというように思っております。もちろんそこに全部政策として特化するわけではなくて、さっきご質問がありましたように現に IT 技術を持っていて現に仕事を持っている方が豊かな自然を望むということ、まさに踊りでそうなったんですけども、そういったニーズもあるわけですから、そこは丁寧に汲み取りながらも全体としてですね、人口対策に対応していきたいということでございます。で、3つ目の市民、企業、行政による新たな競争で、これがあればふるさとに希望を持てるまちづくりがイメージできるかということですが、それはそう一対一の対ではないと思っています。ただ逆に市民、企業、行政、もちろん NPO の中の団体もあるんですが、そういった方々の競争なしにふるさとに希望を持てるまちづくりというのは逆に進みにくいのではないかと、このように考えております。はい、再質問ありますか。はい、山口議員。ここは細かいところにはもう時間がないので触れませんが、このいわゆる広報で市長が新年の挨拶をしたというところに書いたというところにも問題というよりもあるんですけれどもね、いわゆるこの3つをもってしてそれでふるさとに希望を持てるまちづくりということにつながるかどうか、市民の方がこれ読んでて分かるかどうかということなんです。で、今言ったようなことをもうちょっとうまく噛み砕いて書いていただければ、市民の都合だったかもしれませんけれども、やっぱり広報というのは市民とつながるいわゆる紙の媒体の唯一のものですよね。で、特に新年号って読むんですよ皆さん、時間もあるしね。だからそこものすごく大事で、市長がそこに発信するということはすごく大事なことなので、ぜひですね、思いの丈をあそこにはぶつけた、何をやりましたというのはこっちに置いといて、
これからこういうふうにしたいということはきちっと書いてもらった方がいいと思いますね。そういう広報になっていただくとありがたいなということで終わります。答弁はよろしいですね。